今週生き物亭の改正です。今回はですね、石垣島2日目の、昼の最終ということでね、今日は、昼と夜、昼はこんな感じでちょっとね天気は、よろしくないんですけども、蝶々とかそういうね中高生の臨死目を集めて、夜間はライトトラップをやって、まあいろいろと集めていけたらなと思います。それでは昼最終行ってみたいと思います。はい、こちら七星キンカメムシってやつですね。うわー綺麗。このキンカメムシね、ちょっと面白いのがカメムシって、まあ、背中がね比較的あの羽の柔らかい羽に覆われてるので柔らかいんですけども、体がこいつですね、キンカメムシの類は照準板っていうところがね、あのすごい体のね上部を覆うようにできていて、これがね甲虫みたいに硬くなるんですよ。もうこのねちょっとね遠いから手ぶれがひどいのはちょっと許してほしいんですけど、いやーこの南方系のキンカメムシいいですね。やっぱキンカメムシはねこういう美麗種が多いですね。本州でもね赤筋キンカメムシとかそういうキンカメムシがいます。はい、こちらはね八作さんの推し蝶のベニモンアゲハですね。これね一応毒を持ってる蝶々で、まあ、ジャコウアゲハとかみたくね、あの幼虫の頃の食草から毒を得るらしいんですけども、いやーこの毒々しい色がいいですね。にこいつね毒を持ってるので、他のね白帯アゲハっていうやつのメスにね擬態されていて、その白帯アゲハをね、あの擬態したタイプをベニモン型って言ったりします。まあ、白帯アゲハね、そのベニモン型と別のタイプもあるんですけど、まあ、それほどね、他の昆虫に頼られるほど毒を持ってるっていう危ないやつって認識されてるってことですね。あ、このね、名前の通り、格子のベニモンがいいですよね。まあ、昨日からずっとそうなんですけど、昆虫の名前って案外ね、標準和名って安直なことが多いので、まあ、結構ね、名前を聞いたら、あ、これじゃねってわかるのがいたりして、名前とかね、覚えていくと楽しいですね。お腹の赤も結構美しいです。いやー、なんか南国感漂いますよね。こういう風にね、赤と白と黒。いいですね。はい、こちらがね、ビネガロンと呼ばれている台湾サソリモドキですね。まあ、台湾サソリモドキ単体でね、ビネガロンと呼ばれてるわけじゃなくて、このサソリモドキ全体が尻尾の方からね、お酢のような酸っぱい匂いを出すので、ビネガーということでね、ビネガロンと呼ばれてます。これね、日本には一応2種類いて、奄美の方に奄美サソリモドキってやつと、こっちの石垣島とかの方にね、台湾サソリモドキってやつがいます。一部地域にね、あの、国内外来種としてね、知られてるんですけども、まあ、あんまり見れるやつじゃないですね。そこそこいいサイズです。はい、こちらはね黄色一人もどきというかですね、ここね一人もどきで言うとライトトラップをするとね、キシタ一人もどきと白筋一人もどきと黄色一人もどきがね、この3種類が結構きますね。今見てみると意外と複眼がなんか結構いい色してますね。青色っぽいというか、なんか結構綺麗なお目目をしている、いいですね。なんかねこのカラーリングがいかにも南国って感じですよね。でなんか左前歯になんか止まってますね。総種目ですかね。まあこんな感じでね、いろいろ来ております。この下にいるのはノメガですかね。なんか本州でいう前やかすかしのメガにね、なんかちょっと見た目が似てますけど、果たして同じ種類なのか別の種類なのか。まあこの羽のね透け感がいいですよね。私は結構こういうガが好きですね。なんかこっちにいるのキリバっぽいな。最近ね赤キリバっていうのを本州でね採集したんですけど、あ、それに羽の形が似てる。キリバってなんかねこのエグリバに近い仲間なんですけども、羽のね先端の方がなんかちょっとこういう独特な形してるんですよね。まあエグリバに近いなんかだと思いますね。奥にはゴミ虫がいますね。なんか首が細いいいゴミ虫がいる。ただ手動艇が絶対面倒なんで取りません。はい、こちら台湾サザナミスズメってやつですね。スズメが、まあ、羽の縁がちょっとギザギザしてるんですね。でちょっとこの苔むした感じの色合いになってるのがね、まあ擬態になってるのかなのか。で胸のあたりにねこの白斑があるのもいいですね。いや美しい。こういうねちょっと緑が乗ってるやつってね、標本にすると色あせ気味なんで、ちょっと標本にするの怖いですけどね。一応このまま観察して最後まで残ってたら持って帰りますかね。はい、これ七星金カメムシですね。こいつもやっぱり性の光創生があるのでライトに飛んできますね。いやーこの赤い足とね緑の体と足の先端はちょっと青っぽいですね。構造色が素晴らしい。はい、こちらはね白筋一人もどきってやつです。さっきのね黄色一人もどきと近いやつですね。こいつもなんかよく見てみると目が青くて綺麗ですね。なんか一人もどきみんなこんな感じの目してんのかな。まあだいたいこういうのってね標本にすると複眼真っ黒になっちゃうんでね、美しさがなかなか残んないんですけども、もうね多分白筋一人もどき岸田一人もどきにねパッと見似てるんですけど、多分この全身の模様が岸田一人もどきは白い点なんで
ですけど、まあ、白い筋が入ってから多分白筋独りもどきなのかな。で顔のあたりはちょっとね、あの灰色から黄色に変わってて、結構色のグラデーションも綺麗な子ですね。これはね割とたくさん来るんですけど、今回そんなにたくさん飛んできませんね。去年のね9月のね石垣島の最終だとこれが一番たくさん飛んできましたね。はい、こちらがねクロカタゾウムシという世界で一番硬い昆虫とか言われてる昆虫ですね。ただこの硬さってね結構秘密があって、この硬さっていうのがね細胞の中で他の細菌と共生をしているんですね。細胞内共生をしていて、バクテリアだったかな、共生によってこの硬さが得られてるとのことで、飼育下だとねうまく共生できない子とかが出てくるらしくて、そういう子はね柔らかい子が生まれてくるそうです。これの他にね豪州アトコブゴミムシダマシっていう硬い昆虫とかがいるんですけど、それなかなかね見た目がゴツゴツしてて私好きなんですよ。まあそんな感じで八重山に生息するこのクロカタゾウムシですね。黒い鉄アレンみたいで可愛いですね。はい、こちらヒメフナムシっていう陸生のフナムシだと思いますね。来るんだ。本州とかでもね朽木を割ってるとね出てきたりするんですけど、まあたまたまですかね。たまたまで、たまたまですね。たまたま、たまたま、メイビー、おそらくメイビーたまたまやってきたやつですね。はい、こちらね朝比奈大枝尺というね南方系の大きめの枝尺ですね。いい柄をしてますね。こういうね地味系の色が私は結構好きなんでね。いやーなんとも癖な。ただ私ねこれ1日目にねもう癖なので撮っているので今回は採集しません。 いい見た目をしていますね。はい、こちらね沖縄コフキコガネですね。こちらねヒゲがねやっぱり本州のと同じで、オスはねすごい立派でいいですね。いやーこれ初日も飛んできたんですけど、オスはなんか白っぽい個体が多いイメージでね。で胸部のところを見ると、あの内側ねすんごいモフモフ可愛いですね。これねモフモフの毛が生えてるコガネムシにね、ライオンコガネって呼ばれてるやつとかがいるんですけども、あれはなんか海外のねめちゃめちゃやべえコガネムシですね。まあこれコフキコガネとかね、身近なコガネムシも結構ね意外と毛がふさふさしてて可愛い子とか多いのでね、皆さんもぜひあの家の近くでねコガネムシとか見つけた際はじっくり観察してみると面白いかもしれませんね。あーやった、めっちゃ欲しかった、会えた。何が欲しかったんですか？サビモンルリオビクチバですね。ありがとうございます。日本の中でオールリオビクチバとサビモンルリオビクチバ2種しかいないんすよ、ルリオビクチバの類が。やったー、サビモンだ。やったっすね。やりました。じゃあ逃がしましょう。絶対に逃がしません。ルリオビクチバ2匹目、すごっ。うわー格子見せてくれてる、めっちゃいい、綺麗だ。何ぶりかな、はい。3日目のね夜なんですけど、めちゃめちゃものすごい雨が降ってるんですけど、俺の巻いた糖蜜にサビモン来てくれた。サビモンルリオビクチバやばー、これめちゃめちゃ欲しかったんですけど、1頭取れればいいかなぐらいに思ってたので、昨日今日で取れるとは思わなかったですね。これはもう逃げる前にさっさと取ります。やばいやばい、もう爆当たりなんだけど。糖蜜巻いてね今1時間もしてないんですけど、2頭目来たんだけど、サビモンやば。もうね全身がこほら欠けてるのでね、別個体って分かっていただけると思うんですけど、やばこんな来んの。え、ちょっとテンションどうしたらいいのこれは。え、こんな来るんだ。はい、本来なら順番が逆だったんですけれども、こちらがねオオトモエというガニになります。トモエガの仲間でね、これが結構石垣島ではねよく見られるんですけども、サビモンより少ないってどういうこと。結構ね他の蝶々とかがね、なんかこの3月っていう時期にすごい綺麗な個体が多い中、オオトモエは結構ボロっちい感じですね。結構歴戦個体な感じですけども、いやーなんか時期が違うんですかね。なんかそんなわけでオオトモエでした。やばいやばいやばい、どういうことめっちゃ来てるんだけど。しかもこれなんか全身の模様良さげですよ、八作さん。あ、ザトウムシがちょっかいかけてるからちょっと早めに取った方がいいかもしれないです。この上のねザトウムシが、あ、逃げてった。いやー、こんないるの。あ、格子の青がいい、いいっすね。いやー素晴らしいぐらいに雨ですね。ちょっとね今見つけた避難地にねいるんですけど、とてつもない雨。これ糖蜜もライトラも正直厳しいですね。糖蜜はねかろうじてさっきからサビモンルリオビクチバが6個体ぐらい来てるんですけど、きついですね。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今回なんかいろいろ取れたというには
偏りすぎてるし、撮れなかったというには撮れすぎた回でしたね。矛盾なんだよな。矛盾しすぎてるんだけど、いいのは撮れたけど偏りすぎてる。過酷すぎた。過酷でしたね。やばいですよ。見てくれ。やばいよ雨が。今これでね、5分の1ぐらいに止んでる方ですね。いやとんでもなかったっすね。はい、それではね、今回も皆さんご視聴ありがとうございました。それでは、ポツフシでした。